ベダリア天灯、学名ラードリアカーデナリスは、天灯シ科に分類される、オーストラリア原産のカブトムシの一種。体長約4ミリメートル。柑橘類の害虫である、同じくオーストラリア原産のイセリアカイガラムシの天敵で、幼虫成虫ともに、これらを捕食する。このため、生物農薬として導入されるなどして、 全世界の柑橘類栽培地域に生息するようになった。和名のベダリアは新種記載の際の俗名バデリアに由来するが、この俗名自体の語源や意味は知られておらず、新ラテン語であろうとも言われている。農作物の害虫に対する生物的防除の歴史においてベダリア天島は非常に有名である。柑橘類に壊滅的な被害を与えることもある。 外虫イセリア貝殻虫の天敵として19世紀後半のオーストラリアからアメリカへ導入され非常に画期的な防除効果をもたらした。これにより続く数十年のうちに世界中の柑橘類栽培地域に導入され19世紀末に柑橘類栽培の最も恐ろしい最悪とみなされていた外虫を劇的かつ決定的に退治した。和名のベダリアは 本種が新種として記載された時に、バデーリア族に置かれていたため、英名で、バデーリアビートルやバデーリアレディーバードなどと呼ばれていた、ことによる。このバデーリアや、現在の俗名、ラードリアは、共に、ミュルさんが創設した俗名であるが、いずれにも、語源等の説明がないため、由来は不明である。ウェブスター辞典オンライン版ではバデーリアもラードリアも、おそらくは、 神羅天語であろうとしている。成虫は密生する短い毛で覆われ、赤紫色に黒い門を排した2から4ミリメートルの半球の体を持つ。頭と腹部の尻の部分は黒い。基本的には背面に5個の黒門があり、そのうち1個は中央に、他の4個は前後の左右に並び、前方の左右にある方の2門を合わせると感じの、鉢を毛筆で太く描いたような湾曲した。 大上門になっている。しかしその大きさや角門が部分的に融合するなどの個体変異がある。触角は短くわずかに湾曲し、八つの節からなり、基部で顕著に広がる。足には大きな広い形節があり、不定形に平たく、不節を使わず体を支えられる。不節は三つの節からなる。幼虫は5ミリメートルに達し、 胸部に黒い門を保つ赤色をしている。背に剛毛を生やした一連の膨らみがある。サナギは4から5ミリメートルで赤色だが、腹部に当たる部分が時とともに暗い色になる。六つ星天灯は、反門が似ているが、体長が2.0から2.6ミリメートルとやや、小さく、体表に毛が少なく光沢がある。四つ星天灯や、外来種の門唇天灯も、 半門等が似ているが、両種とも、前方両側の片門は、類円形で、左右合わせて、鉢の事情になるベダリアテントウの片門とは、異なっている。イセリア貝殻虫を捕食する幼虫、ベダリアテントウは、基本的に、単色性で、柑橘類に付くイセリア貝殻虫だけを捕食する。場合により他の虫も捕らえるが、綿吹き貝殻虫かの種に限られる。 幼虫も成虫もイセリア貝殻虫を猛烈に捕食し、その卵や幼虫も餌にする。餌が少ない時には、とも食いする。気候の違いで世代数が変化する。暑い地方では年に8世代に達するが、イタリアでは5、6世代である。発生の周期は、夏の間は短くなって20から25日程度で、ある。成虫、幼虫、サナギで越冬するが、 それができるのは、冬が厳しくない地方だけで、寒いところでは冬を越せない。繁殖力は高く、メスは、複数回産卵し、1回に300から600の卵を産み、次回の産卵までの間は1ヶ月かそれ以下である。成虫になるまでに4例の幼虫とサナギを経過する。ベダリアテンの限界は、冬が寒い地方への適応困難にあり、 そうした場所でイセリアカイガラムシがはびこる場合には、春ごとに導入し直す必要が出てくることになる。その場合でも旺盛な増殖力により比較的短い期間でイセリアカイガラムシを抑制することができる。というのも、イセリアカイガラムシの世代数は、年に3回に限られ、捕食者の半分に過ぎないからである。ベダリアテントウの鈍食と繁殖力が、 防除の実行部隊役を果たすにあたって本質的要素となる。さらに、顕著な単色性が、移入地への外来種問題を抑止し、コントロールを容易にしている。駆除すべき貝殻虫を食いつくせば、共食いを、はじめ自然に数を減らしていく。イセリア貝殻虫の成虫を捕食するベダリア店頭、ベダリア店頭の利用方法は、農業環境と気候によって異なる。 現在は世界的に分布しており、イセリアカイガラムシの被害地域に、ベダリア店頭がいない事態は次のいずれかに限られる、はずである。歴史的にベダリア店頭は散布という方法で、成功理に利用されてきた。ひとたび適応に好ましい条件下で導入されれば、この甲虫はそのまま数が増え、再導入は、必要ない。本種の増殖力が、 モデル通りに働いて、イセリア貝殻虫の数を低く保つ。前述の3つのシナリオで言えば、散布法は、第1のケースで活用できる。そして柑橘類について言えば、イセリア貝殻虫の攻撃は、果樹園内の孤立した木に対してだけ起きるはずである。第2の条件では、摂取法に頼り、イセリア貝殻虫の繁殖期間ごとに、ベダリア転倒を放たなければならない。 第三の状況での捕食者の摂取は、低影響の技術による、柑橘栽培再生の例を劇的、決定的な結果で示してくれるだろう。この場合、捕食者の摂取は、防護手段の全体的見直しの中で、投入されるべきである。話す数は、イセリア貝殻虫の広がりの程度による。通常、低い密度で話しても、ベダリア店頭の繁殖力をもってすれば十分。 補える。孤立した樹木が被害を受けた場合には、短期間で害虫の数を許容範囲に抑え込むのに、有志3匹ずつで足りる。被害が拡散している場合には、被害の程度と地域的分断の程度により、話す数を調整する必要があるだろう。特に重要なのは、ベダリアテントを話す時期の選択である。捕食活動は特に、 貝殻虫の卵と幼虫に対してなされ、獲物の不足は、必然的にベダリアテントウの繁殖力の低下をもたらし、ともぐいを増やす。話すのは、イセリア貝殻虫の繁殖期に合わせるべきである。それは、地中海地方では、春の早い時期と、夏の終わりか秋の初めである。アメリカに導入したライリーベダリアテントウの歴史は、 生物的防除と緊密に結びつけられている。古くから人は益となる生物の活動から利益を得ていることを多少とも自覚してきたが、自給自足的な体制に基づく農業では、外中の天敵が自然界と似た条件で働く性格を持っていた。19世紀になって大陸間の交易が盛んになり、生産増加に向けた集約的農業が発達した。 結果、外来生物のもたらす被害が深刻になり、植物貿易の問題が重要と認められるようになってきた。重大な被害の中には、アイルランドに1845年から1846年の、ジャガイモ基金をもたらした、ジャガイモ薬病菌1863年に始まり1890年までに、ヨーロッパの大部分のブドウ園に破滅をもたらした。 ブドウネアブラムシがある。歴史的、社会的、経済的な見地からすると限定的なものではあったが、似たような事態が19世紀半ばのカリフォルニアにも起きた。この地域では、柑橘類の集約的栽培が盛んで、1世紀以上、前から世界的に有名な産地になっている。1868年、カリフォルニアの果樹園に、 オーストラリアから綿吹き貝殻虫ムシが偶然に入ってきた。天敵がいなかったため深刻な荒廃が急速に広がり、カリフォルニアの柑橘栽培は激減し、全敗の恐れさえ出てきた。オーストラリアに派遣されたケーベレすでに1864年、アメリカの外交官、ジョージ・パーキンス・マーシュは、貿易によって侵入する有害生物がもたらす、被害を有料して、 可能な唯一の対処法は、原産地から天敵を輸入することだという考えを、著書で定式化していた。1886年に、アメリカ農務省昆虫局の長官、チャールズ・バレンタイン・ライリーは、アルバート・ケーベレをイセリア貝殻虫の天敵を、探し集める任務につけて派遣した。ケーベレは、オーストラリア人のフレーザー・アイス・クローフォードによって、アデレードに招かれ、 有用な可能性がある虫を多数集めて送った。送り出されたサンプル1000頭のうち半分は早めの寄生媒の一種で、残る約500頭がベダリア店頭の成虫であった。アメリカではダニエル・ウィリアム・コキレットがベダリア店頭の大量養殖に没頭し、1万頭以上が直ちにカリフォルニアの柑橘果樹園に放たれた。 イタリアに導入したベルレセ結果は驚くべきもので、昆虫学の学史では、生物的防除の最大級の適応例として惹かれる。ベダリアテントーは、部分的には同時に輸入された寄生肺に助けられ、2年でイセリア貝殻無心の個体数を許容可能なレベルに抑え込み、全滅に瀕していた生産を回復させた。チャールズ・バレンタイン・ライリーが、多くの人に、 近代的生物的防除の父とみなされるのは偶然ではない。この目覚ましい成功の影響で半世紀以上にわたり世界のあらゆる場所の侵入害虫に対して同じ方法が熱心に模倣されるようになった。とはいえ、いつもベダリア転倒のような目立った結果が得られたわけではない。イタリアでは1900年に農園でイセリア貝殻虫が発見され、 1> 約一年後にアントニオ・ベルレセがベダリア転倒をイタリアに導入し成功した他の国でも同時かやや遅れてイセリア貝殻虫が見つかり同様の対処が実施された成果はカリフォルニアほど目覚ましくなかったがそれは被害の初期段階で対策が講じられたためとすべきである当時日本の植民地だった台湾には1905年に イセリア貝殻虫が発見され、急速に分布を拡大した。日本の農商務省は1908年に、白木徳一義士をアメリカに派遣し、1910年に、ベダリア店頭を導入した。日本では1908年に、イセリア貝殻虫がアメリカからの輸入内に付着して、侵入したらしく、1911年に、日本の静岡県で被害が発生した。 この年のうちに、台湾からベダリア店頭を導入し、翌年から配布した。両種はそのまま定着し、今に至るまでイセリア貝殻虫は、対策の必要がない水準に抑えられている。ABCD、マルセント、マーシャルエティエン、スピーシーズでカレオプテリーズトリミアーズセキュリパルプス、アナールでサイエンシズフィジクスイナチュレルス、D、アグリカルチャー D、アンダストリー、 ソシエテ。ロアイアル・ディ・アグリカルチャー、イスト・アール・ナチュラル・ヤーツ・ユートルズ・デ・リオン・セリニ、トームに、1から1104、https コロンスラッシュスラッシュ www.merriam-webster.com スラッシュディクショナリスラッシュ v e d a l i a h a t ブース。rg ポープ、rd a レビューオブザタイプマテリアルオブコッキネリダエ。 ディスクライブドバイ FW ポープバイ E マルセントインザホープエントモロジカルコレクションズオックスフォードエントモロジカスカンジナビカ20 343から370ドイ10.1163 1億8763万1289 X00366 古橋義和ベダリアテントウムシの導入から100年33ページ 古橋義一、ベダリア店頭100周年を帰り見て4ページ。古橋義一、ベダリア店頭100周年を帰り見て5から6ページ。ありがとうございます。